ラテン語で家屋、または家庭を意味する。古代ローマでは、共和制ローマとローマ帝国の時代に、上流階級及び中流階級の自由民が住んだ住宅を指した。ローマの半島の主要な都市に広く分布していた。近代英語のドメスティックはこのドムスが語源である。裕福なローマ人は都市にあるドムスの他に、郊外や領地にビッダと呼ばれるカントリーハウスを所有していた。 特に時代が下ると、ビッダに定住するローマ人が増え、ビッダは大きくなっていき、周囲に壁を築いて、城塞都市化していった。こうして4世紀以降都市部のドムスから、地方の自給自足の荘園を備えたビラに、地主市民である富裕層の人口が吸収されることで都市の商工業は衰退し、市教座や大市教座の置かれた、限られた都市以外は、 拠点防御のための城塞になり果てた。古代ローマのエリート階級の人々は、住居に凝った大理石の装飾を施し、大理石のパネルやドア枠や円柱を使い、高価な絵画やフレスコ画を飾った。仮想階級のローマ人は、ゴミゴミし、汚れた狭い賃貸集合住宅院すらに住んでいた。この多層集合住宅は可能な限り、木材橋を重ねて建てられ、 ドムスに比べればはるかに質素だった。ローマ人以前のエトルリア人の住居は上流階級であっても簡素なものだった。それらは狭く中央のホールの頂上に天窓が開いている設計だった。ウェスタ人はかまどの神であり、その礼拝は各家庭で始まったと考えられることから、ウェスタ神殿の形状はそういった古い住居の形状になっていると考えられている。 エトルリア人の住居は草吹き屋根で暖炉の煙を逃がすように中央に穴があり全体的に泥と木材で作られていた。この構造がアトリウムの起源とされている。ローマが貿易と征服で繁栄するにつれて裕福なローマ人の住居は徐々に大きく贅沢になっていき、エトルリア人のアトリウムとギリシア人のペリスタイルを取り入れるようになっていった。 ポンペイのドムスのアトリウムドムスには複数の部屋があり、建物に囲まれた片庭や庭園があり、精巧な壁画で飾られていた。玄関ホールから中央の大ホールであるアトリウムに入ると、家の守り神の祭壇がそこにある。アトリウムの周囲には、寝室、客が長い巣に持たれて、ディナーを取ることができるダイニングルーム、タブリーヌム、タベルナがある。ローマ帝国のどの都市でも、 裕福な人の住居には外壁にほとんど窓がない。ガラスを窓に使えるのはもっと後のことであり、ガラスの生産は始まったばかりだった。そのため、裕福なローマ市民の大きな住居はタブリーヌム、または通路を通して二つの部分に分かれていた。家族を侵入者から守るため、通りに面した部分は入り口を除いてすべて壁で囲まれており、その中に、 全ての部屋と居住空間と庭があった。アトリウムの周囲にはその家の主人の家族のための部屋として寝室、タブリーヌム、トリクリニウムが並んでいた。ローマの住居はギリシアの住居に似ていた。ポンペイの有力士族のアトリウムからは二つの物体しか見つかっていない。一つは家族の大切なものをしまってあった制銅製の小さな箱で、 もう一つは家の守り神ラレイスを祀った小さな祭壇ララリウムである。主寝室には通常小さな木製のベッドとわずかに詰め物をした長い巣があった。ドムスが発展するにつれてタブリーヌムは書斎としての役割を果たすようになっていった。他の寝室には通常ベッドだけがあった。トリクリニウムにはテーブルを取り囲んで三つの長い巣があった。 トリクリニウムと出身室はほぼ同じ広さだった。書斎は通路としても使われていた。家の主人が銀行家や商人の場合、書斎に置くべきものが多いので、書斎を大きくする傾向があった。ローマの住居は一つの軸に沿っているので、訪問者が玄関ホールに入ると、入り口からアトリウム、タブリーヌム、ペリスタイルと見通すことができた。 典型的なドムスの構造玄関ホール図の一番、ベスティビューオレムは、ローマのドムスの玄関ホール。大きめのドムスでしか見られないが、ドムスの表通りに面した部分には、店舗や貸し部屋があり、その間に、入り口のドアがあった。ベスティビューオレムは、一般に、それらのスペースの奥行きの分だけあった。これによって、表通りと住居の主要部分を引き離すという、 保安上の効果があった。フォシスはベスティビュオレムと機能や構造が似ているが、より細長い形状である。アトリウムズの3番住居の最重要部であり、ここで客や部下と応対した。広く見せるためほとんど物を置かず、少なくとも一部は屋根の高いポルチコで囲まれていた。中央には四角い天窓があって、そこから雨水が入ってくるようになっていた。 その天窓の真下にインプルウィウムがある。インプルウィウムズの4番アトリウムの中央にある雨水を貯めるための浅いプール。代理縛りであることが多く、周りの床にはモザイクが施されていた。タブリーヌムズの5番アトリウムとペリスタイルの間にあった。家の主人のオフィスのようなものであり、顧客と応対する場所だった。主人はここから住居全体を見渡すことができた。 トリクリニウム図の6番ローマの住居のダイニングルーム。長い巣に横たわって食べるという独特の習慣があった。中央に低いテーブルがあり、3方を長い巣が取り囲んでいた。小部屋図の7番寝室図の8番台所図の9番ローマの住居の台所。暗く煙突がないため、煙が充満していた。台所で食事を作るのは奴隷の役目だった。 皇室図の10番ドムスの玄関前住居の前、半分の中心にアトリウムがあるように、後ろ半分の中央はペリスタイルで囲まれていた。ペリスタイルで囲まれた中庭をペリスタイリアムと呼び、これが中世の回廊のモデルとなった。ペリスタイルの周囲には、浴室、台所、夏用のトリクリニウムが並んでいた。台所は狭く、 滝地ストーブ付きの小さな石のカウンターがあった。裕福な家の場合、料理を奴隷にさせていて、その奴隷は1日中退所で働いていた。夏の暑い時期には、夏用のトリクリニウムで食事をし、暑さをしのいだ。最高は主にアトリウムの天窓と屋根のない中庭に頼っていた。奴隷や女性には、特に明確に部屋が割り当てられていなかった。奴隷は、主人ドアの前で眠った。 女性は男性が出かけるとアトリウムや他のスペースで作業をした。また、個人的な部屋とそれ以外の部屋の明確な区別がなく、どのような部屋でも客のために即座に開けることができた。玄関図の1番の外店舗ポ図の2番アトリウムの、天窓図の4番の一般に内側に傾斜しているが、屋根の傾斜は逆である。ペリスタイル図の11番翼線図の12番。 エクセドラズの13番ローマのドムスに関する知識の大部分は、ポンペイとヘルクラネウムの発掘で得られたものである。ローマ市内でも古代の住居が発掘されたことがあるが、それらはオリジナルの構造を留めておらず、基礎部分だけだったり、教会や他の公共建築に改造されていた。ローマのドムスの中でも特に有名なのは、リウヤとアウグスティウスのドムスである。 その本来の構造はほとんど残っておらず、広大な敷地の多層部分の一部だけが残存していた。ただし、リウヤとアウグスティスのドムスは、ローマの最高権力者の住居であり、一般的なドムスの例と見ることはできない。ポンペイの場合は2000年前のローマ人の住居が、そっくりそのまま残っている。ポンペイのドムスの部屋には4種類の壁画が描かれていた。第一のスタイルでは、 霧ン沈みを模倣した塗装がなされていた。第2のスタイルでは公共建築を描いており、第3のスタイルは神秘的な生き物を描いている。第4のスタイルは第2と第3のスタイルを組み合わせである。ポンペイの壁画の様式。ありがとうございます。